はい。まおいママがこんなの作っちゃいました。イースター。指で隠れちゃう。ああ、やばいやばいやばい。大丈夫だよ。割れないよ。まだね。どうでしょう。ポンちゃん色ができてません。可愛い感じになっています。てっぺんにお花がある。軽すぎて。てっぺんにお花があるの。はい、てっぺんね。うん。本当はこんなに作ろうと思っていたけど。まずそもそもイースターって何でしょう。復活、あ、そうか、キリストが生まれ、死んだけど復活したよっていうことね。で復活した日。アメリカではなんだっけ、ご飯を振る舞ったりするやつでね。なんかクリスマスみたいにお祝いするのって、ご飯食べたり。でウサギがなんか関係していたり、うん、もうべったり 100% 日本人の私たちにはまだよく分かっていませんが、可愛いものは取り入れる主義の、黒岩家ではこういうことになりました。このあとポンちゃん用もできるそうですが、実はもうイースターは終わるそうです。来年用か、もしくはもうこれが楽しくて作ってるということで次のポンちゃん用もできたらご紹介します、うん、そう、実は私イースターは5月だと思い込んで いたので、うん、ゆっくりしてたの、まさかそう1ヶ月もずれるって知らなかったので、うん、ちなみにこれは知らなかったです。何ペンで書いたの、マーカーペンみたいな、サインペンみたいなやつか。そうそう、これいいんだよね、うん、そう、本当はこんな感じで、そう、こういうやつ、ほら、じゃあこれだよ。結構微妙な色がたくさんある。そう、お金があったらたくさん手に入れて微妙な色を使えるという、1本ずつはそこそこ高いやつです。昔買ったやつです。そう、本当はあれで、なんだっけ、アクリル絵の具でやろうと思ってたんだけど、うん、なんかテレビで、うん、ペンで、まあはいはい、マジックでやってる人がいて、うん、あ、なるほどって思って。これでも細いとことかはね、こういうペンの方がいいね。あとこれはちょっとでもちょっと塗りが乗らない、うん、乗りにくくてまだらになっちゃう。うんうんうん。まあいろいろ研究して。うん。これなんか銀色が。あ、それはね。うん、そういうペンもあったんだっけ。なんだっけ、ほらよくあるさ、油性のカチャカチャってやって。うん、あ、はい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 。これこれ。はい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 。なるほど。これがなんかたまたま残ってたので、うん、やったら出て、金はちょっと出にくかったけど、いいじゃんこれ。銀はまだなんか中身残ってる。この下の穴のところになんかうまい処理ができたらいいね。うん、まあこれからだんだん上手になっていきましょう。うん、こんな感じ。ということで、ポンちゃんの方もお楽しみに。っていう風に予告しとかないとなかなか作っていただけないのでプレッシャーかけておきます。